青春の日に心揺さぶられたラーク、時を経て今再び大人たちの間でロックが熱い。中居のチャモレイチが毎回一流ゲストを迎えて、あの名曲、あのミュージシャンの伝説を語り継ぐ斬新なミュージックトークプログラム。ロックの時間です。イエーイ、よろしくお願いします。今夜は東京南青山にありますレッドシューズからお届けします。では店長をお呼びしましょう。黒井さん、こちらのレッドシューズには、はい、たくさんの海外アーティストもこっそりやってくるということなんですけれども、最近はどう？そうですね、最近もあの、大型フェスやあの、そういったものを続いておりますので、前ウィルコ・ジョンソンもね、そうですね、で楽しくなるとセッションなんかも、フェスの後に来たらちょっと確率も上がりますね。そうですね、狙い目です。誰かに会えるとか。そうそうそうでは今日もよろしくお願いします。オン・ザ・ロックは今夜も東京南青山にあるレッドシューズから。生演奏のできるステージや DJ ブースもあって、音楽ファンにはたまらないロックバーだ。今夜のゲストをお迎えします。今夜のゲストは湯川れい子さんです。こんにちは。お邪魔します。はい、お世話になっております。湯川と申します。お願いします。今夜のゲストは音楽評論家作詞家湯川れい子さん。熱烈なファンであったエルビス・プレスリーのほか、多くの大物ミュージシャンと長年交流。半世紀以上にわたって洋楽の普及に力を尽くしてきた湯川さんのロックな人生とは。いつもと違う空気感がありますね。大先輩なんです、はい、45周年でいらっしゃいましょう。そんなことこそおめでとうございます。ジャグハイいえいえ、私はちょうど音楽評論では今年55年ですか。はい、あと作詞して50年。あ、そうでした、はいはい、両方足すと100を超えるすごいですね。この度、数々のアーティストとお会いした貴重なお写真も持ってきてくださいって言われたんで。あ、そうですか、すいません、スタッフが軽々しく。これはですね、いきなりミック出ますね。いきなりこれパリのミック、ちょうどソロが出した。これずるいですね、湯川れい子は。でもね、ちょっとこれ見て、このね、お互いにね、これ最近ですね。そう、シワが増えたってだけでもいいでしょ。湯川さん、キースに肩を抱かれてますね。これは、あ、これスプリングスティンですね。はい、そうなんです。それからこれはスティングね。あ、でもそれも何代にわたって結構。ずるいですね。あ、これもっとずるいか。これマイケル・ジャクソンですね。そうです。こういうマイケル、ちょっと 見てないです。マイケルがその安心、これ湯川さんと通してマイケルだって14歳の時からだもん、ずっと見てない。これはマイケルファンは悔しいと思います。これがビートルズ最初の時。これは日本、そう、日本です。湯川れい子ずるい、これ。シャッターをしてくれたのは確かね、ポールが、リンゴスター。ポールがジョージに撮ってあげなさいって言った。確かジョージがシャッターをしてくれた。簡単にそれを、そういうことを言わないでください。はい、あ、これ今のポールですね。ポール・マッカートニー。相当卑怯ですね、湯川れい子。これは説明してください。これは1971年、はい、初めてエルヴィスに会った時。これは秘蔵の湯川れい子。そう、それでそのテディベータ、テディベアを彼からもらった直後に私にサインをしてくれてると。これはその後今度これはうわ、なんか寄り添ってますよ。もうなんかもう、もうこれはあのこの時は私がラスベガスで結婚して、はい、うん、で、あ、そうなんです。エルヴィスに保証人になってもらった。聞いたか、お前保証人エルヴィスですか、うん、ちゃんとサインをしてもらった。やっぱりかっこいいですね。かっこいいですよ。す、初めて聞きました。保証人です。占領役者ですよ、どっから見ても。でこれがなんで自慢できるかっていうと、娘とも仲がいい。今そこまで成長したんです。ヒザマリープレスリー、保証人の娘です。すごいです。あ、でもなんかプレスリーのおかげですね。そう、そう。それからですね、はい、これはまあ小野陽子さんともちょっといろんな、ね、うん、親友でらっしゃいます、交流があるんですけども、これいい写真ですね。そう、私がでも一番ね、あの仲のいいミュージシャンは誰ですかって聞かれたらこの人ですね。はい、あ、どなたあれ。
シンディローパー。シンディですか、うん、そうなんです。この間それは石巻にあの被災した翌年、はい、シンディはそういう活動してますよね。一緒に行った時なんですけど、うん、石巻って、うん、あロックンロールじゃないって彼女ちゃんと言ったんです。シンディが、へえー、すごい石の巻、そういうこと、ロックの巻、ロックンロールじゃない、すげーされてるなシンディね、うん、そういう2人で酔っ払ってる写真ですけど親日家として知られるシンディ・ローパー、これは1983年の大ヒット曲。ニューヨークでグラミーがある時に、ちょうどアンビスの六本木真珠のアンちゃんのことを考えながら、そのニューヨーク行くフライトの真夜中の中で、そのメロディーにあの六本木真珠って歌詞をずっとはめていった記憶があるんですけど、シンディもやっぱりなんかなんだろう、もし日本にいたらその辺はそのアンちゃんと非常になんかこう似通ったとこがあって、浴衣の襟はだけて、あの子供をおんぶして、赤ちゃんをおんぶして、ここに梅干し貼ってるようななんか下町のおばさんみたいな、なんとも言えない、だからあの六本木真珠っていうのは、あの実はアンちゃんでもありシンディでもある。へえ、そうなの。ちょっとここで取り調べをさせて。どうぞどうぞ、あの裸感でも何でもなります。よろしくお願いします。お願いします。みんな楽しみに。はい、ということで湯川さんのロック履歴書を紐解いてみよう、はい、まずは1960年代に聴いていた。これは俺がティーンエイジャーの頃ですね。その湯川さんは何を、はい、エルビス・プレスリー。その右2つはもう俺がもろ浴びた最初のあれなんですけど、ね、この左側が先輩の世代の方。いや、ただね、私の場合、実はこれより前が重要なんですけども、あ、そうなんです。私が高校生とかいう頃に、はい、あのモダンジャズの洗礼を受けて、それまでのダンス音楽としてのジャズではなくて、アドリブを主体にして自己主張する、はい、ビバップ、ビバップ、あれの洗礼をいきなり受けて。じゃあ それの背景は何ですか。例えばお父様がそういうの好きだったとか。私の18歳上の兄が大学を卒業すると同時に徴兵されて、でやがて終戦の年にあと4ヶ月でも敗戦っていう時にフィリピンに戦死してるんですね。でこの兄がものすごく音楽が好きで、戦地に行くちょっと前にあの目黒の実家に来てくれて、それで。あの防空壕を母と私のために掘ってくれるんですけど、3日間ずっとね吹いてた口笛があるの。これは何ですか。それが、ハリー・ジェームス・オーケストラのスリーピー・ラグーンって曲だってことは後で分かるんですが、午後の入江って今でもよくテレビのローカルニュースなんか出てくるんですけどね。ああ、そうなんです。トランペットのすごい綺麗な曲で、そのお兄さんは好きだと。兄がそれをずっと口笛で吹いてて、で上がってきた兄にそれは何て歌ですかって聞いたら、僕が作った曲だよって言ったの。それで、あ、そうなんだと思って、中学1年ぐらいの頃に新宿放送、米軍放送、でそれを聞いてて、ある日、そこから突然あの兄の口笛の曲が流れてきた。それで兄が僕が作った曲だよって言ったじゃないかって、でそれがいつヒットしたのか調べたら、あの真珠湾攻撃の頃なの。でそこからその翌年、戦争がめちゃくちゃ激しくなった頃、もう適正音楽なんて言って、アメリカの音楽聴いてるなんて兄は言えなかった、だからもう戦地に行く直前まで、あのそういう音楽に浸ってたんですね。どういう形かちゃんと口笛で吹けるほど聴いてたんですね。それが私にとってはもう一生の、あの遺言のようになってしまいました。もうこの物語、そう、湯川さんが音楽評論の道に進んだきっかけとは。今度高校2年の時に、日本でもあのすごいジャズブームがあって、
で私もこんなにジャズ聴いてるんだから、うん、私は私 の、うん、あの言いたいことが結構あって、であのスイングジャーナルというジャズの専門誌の読者論壇っていうページに、うん、あの自分の原稿を投稿したんです。そしたらそれにたくさんファンレターが来たからって呼び出されて、で君本気で書いてみないかいって、あのその岩波先生に言われて、そこからあのジャズの原稿を書くようになって、じゃあ最初はゆかさん、あのジャズでした。ゆかさんさ、プレスリーこう大ファンで、ビートルズが出てきた時に、なんだあいつらプレスリーがみたいなことがあるでしょ、それは普通にあると思うんで、ゆかさんビートルズはもう認めたんですか。もちろんってよくね、うんうん、ミュージックライフなんかでも特集があったのが、ありましたよね、ビートルズがいいかプレスリーがいいかっていうね、うん、投票とかね、あった。それでね、あのビートルズは自分で楽曲を書いてるけど、うんうん、プレスリーは書いてないじゃないか、そういうあった、ね、それからもう60年代の終わりもベトナム戦争とかいろいろ激しくなって、うん、ロックがいろいろこう反体制的な音楽だというふうに言われるようになったら、うんうん、ジャンプスーツ着てるプレスリーなんてロックじゃねえと、そういう輩がいましたね。いやもう結構多かったんですよ、うん、だからそれは実は大きな文化の川の流れで、大衆音楽って実はいろんなものをゴロゴロ運びながら今ここにあるんですよ、うんうん、だからここだけ聞いて評価できないのよっていうことをもうしつこくしつこく言い続けて50年かもしれない、そんな湯川さんが特に思い入れのあるコンサートとは。やっぱり忘れがたいのは最初に来たレッドゼッペリンって、これ全然きっと意外だなと思う人が俺も含めて、ね、この間ジミー・ペイジが、はい、何十年ぶりになるんだろう、1972年以来ですから、もう40年ぶり以上になるんだけど、うん、はい、広島の原爆館を、ね、訪れたっていうニュースになってました、うん、ありました、ね、初めてレッド・ゼッペリンが日本に来た時に、あ、広島でやってたの、広島、もう東京、もちろん東京から始まって、はい、東京、そして広島、大阪公演、全部私、ね、一緒に行ってるんです、連れて。そうなんですか、うん、日本で初めての本格的なロックのコンサート、はい、ライブだったんですけど、うんうん、そのまだその辺のロックって何って、その前のその、うん、あのロックンロールとかいろんなものとの区別がなかなかつかなくて、うんうんうん、で私はその時に日本でそのロック講座なんていうのを日本全国で展開したりして、うん、社会的な背景とかいろんなものを、そのレコード会社の中でもあの一緒に宣伝のレクチャーをしたりなんかして、うん、その時に初めて、うん、あのアトランティックの大スターとして、うんうん、あのドーンと出てきたレッド・ツェッペリンが日本に来るとか、うんうん、それで、その一緒に私もワーナーの人間として、うん、回られたんだ、ね、全部一緒に回ったんですけど、まあまあ、まあすごかったです。もうどうしてすごいかっていうとエネルギーがものすごく、それもあの今ステージで今やってて引っ込んできたと思ったらこの野郎ってそこでやるのよ。それでなんでその喧嘩になるかっていうと、そのロバート・プラントが歌ってる時にジミー・ペイジがギターのそのネックにタバコを刺してた、うん、そうすると煙がいくでしょ、うん、歌いにくいじゃん、そう、もう歌声が出なくなるじゃないかバカ野郎みたいな、それであれだけ言ったろうみたいな、それですまたあの、うん、ドラムもちょっと酒癖の悪い人だったもんですから、うんうんうん、もう殴り合いの毎日でも何が忘れがたいか、それよりも何よりもで広島に行って、うん、あの原爆記念館に、はい、その話を聞きました、みんなが行ったんです、はい、それで私は中に一緒に入っていかなくて外で待ってたんですけど、はい、もう目を真っ赤に泣き晴らして、あ、そうなんだ、うん、4人が出てきて、うん、でも本当にそのジミー・ペイジとロバート・プラントがもう目を真っ赤かにして出てきて、うん、人間と同じ人間として許せない、うん、なんでこんなことを人はするのかって、うん、で絶対にこんなことを人類として許しちゃいけないって言って、うん、その広島のコンサートの純益金を全部広島に寄付する、うん、そうだね、だから今回ジミン・ペイジがまた行ったんですよね、うん、そういう私も忘れがたいけれども彼らにとっても多分忘れがたい日本になったんです、うん、すごいですね。続いては湯川さんが1970年代に聴いていたミュージシャン、こちらですね、そうすると、はい、あ、まあ、スティングは改めて認識したのは、うんうん、こっちをじっと見てる目が見える人が好きなんだなって、これはとても今ポエムなおっしゃり方だけど、どういう感じですか。歌詞ですね。あ、歌詞です、うん、自分の心情にすごく根ざして、うん、で正直にものを言って、うん、あの
何か問いかけがある人、うんうん、だからこっちをじっと見てるような目が見えるような人、あそういう人にすごく惹かれる。さっきのおっしゃったのはそういうこと、うん、そう、うん、なるほどね。みんなだからソングライターとしてすごい力の人たちですよね、うん、アメリカを代表するロックンローラーブルーススプリングスティーン。民衆の声を代弁する存在として1970年代から現在に至るまで熱いメッセージを送り続けている。スプリングスティーンにして、スプリングスティーンはもう湯川さんのライナーのやつよく遭遇します。はい、はい、もう今でもあのすごい人だなと、はい、そうですね、大好きです、ね、はい、さあここからは、ここからは何だっけ、湯川さんに特に思い入れのある一枚を。この後は湯川玲子さんが選ぶ私の一枚。この番組は日本経済新聞社と御覧のスポンサーの提供でお送りします。湯川玲子さんが選ぶ私の一枚とはこちら。やっぱりこれでしょうね。やっぱり、うん、やっぱりね、これは迷わずですか。いやいやいや、よくねエルビスの歌で何がいいですかって一曲って言われるんだけど、うん、そうすると私は最近は I'll Remember You っていう歌をね、はい、あれをっていうことも多いんですが、やっぱり全部これ全部ひっくるめての一曲って選ばせれたら、やっぱりこのラブミーテンダーってのギターをね、アコースティックのギターをつま弾きながら何とも言えないそのシンプルな歌を、これ以上にラブミーテンダーエルビス以上に歌えてる人まだ未だかっていないのよね。ではちょっと聞いてみましょう、うん、はい、Love me. エルビス・プレスリー1956年の大ヒット曲 Love Me Tender。 Never let me go. You have made my life complete and I love you so. Love me tender.Love me true, all my dreams fulfill. For my darling, キングオブロックンロールエルビス。その歌声は死後38年を経た今も色褪せることがない。エルビス・プレスリーはエルビス・プレスリーとして日本にヒット曲としてしか入ってこなかったし、でもそれと実は私が進駐軍の放送をずっと聞いてて背景に広がってるものは全然別なんで、エルビスが出てきた時にあのその反社会的なものだと、これですよね、そう卑猥だというので、あのそのエルビスのレコードを集めて叩き割るなんて運動があったりした。そこには背景に黒人がアフリカから労働力として連れてこられてアメリカで生み出したものが実はジャズなんだよ、うんうん、その背景とエルビスの歌ってるロックンロールは同じなんだよ、ね、そこで排斥もされるんだっていうことが分かっていたおかげで、ユカさんの中で結びつく、そう、うん、何がかっこいいの、何がかわいいのってことを活字に書かなきゃいけない、なるほど、それからラジオの DJ で喋らなきゃいけないですよ、ね、だからそれはどうしてっていうのは後追いになってきて、だそのまんま好きっていうことで今まで来ました、ね、なるほど、すごい。ロックちょうど去年から60年じゃないですか、うん、はい、ロック誕生して、はい、それでロック60年で私、うん、その究極のラブソング10曲って選んだ中にもちろんこれ入って、はい、もう一枚、もう一曲日本の歌でね、うん、清志郎さんのエンジェルに入って、あれ、しかもその RC 清志郎の中でもとても
そんなの選んでくださったんですか。いや、うわ、そすごい歌ですよ。調子に乗ってるじゃん、教授を聴いてるかみたいな。もうね、あ、そうですか。あれはうわ嬉しい。絶対どんなプロにも書けない。で、うわ本当、あんなだってその順に、はい、ろくでもない女の子夢中になって、それもうズタズタに傷つきながら、それでも会いたいっていうね。あの歌はすごい歌ですよね。ライブでしかね音源がないんだけど、うん、ありがとうございます。京志郎に代わって。いえいえいえ、うわとても喜ぶと思います。ありがとうございます。ゆかさんね、はいはい、あのもっともっと貴重な話お伺いしたいんだけど、2015年ゆかさんがロックって自分にとってどんな感じ、こんな風に聞かれたらお答えになりますか。そうですね、はい、私にとって音楽っていうのは、ロックっていうのは、うん、そのスピリットっていうのは音楽そのものが持ってるものだと思うのね、うんうんうん、言葉も超えて文化も超えて、うん、まず何よりも一緒に楽しく生きようよっていうメッセージがそこには根底的にあると思う、うんうんうん、だからロックっていうのは反体制だなんていうそんなね、うん、枠をかける必要は全然なくて、うん、自分の好きな音楽を自分の好きな人たちと一緒に聴けるだけで最高のメッセージだと思う、うん、だから、うん、あのそこに別にメッセージの言葉が載ってる必要なんか全然なくて、うん、それがもうブルーノ・マーズであれ誰であれ、うん、もうそれがもうラブソングであるってこと自体が、うん、もうそれだけで君は自由だ、君は自由に生きていけるんだ、そのために愛し合うために生まれてきたんだってちゃんと言ってるんだもん、私は。だからそれを究極だよって言えるのがロックだと思う。ありがとうございます。ゆかれこみはリンゴスターに会った。悔しい。ありがとうございます。この後はチャボが選ぶ今夜の一曲。この番組は日本経済新聞社と ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。本当に俺がガキの頃からミュージックライフという雑誌とかあとラジオとかで本当にいろんな音楽を教えてもらった大先輩の湯川さんに来ていただきました。何を今夜の一曲に迷ったんだけど、大の仲良しということで、この人を今日は選びました。シンディ・ローパータイムアフタータイムを今夜の一曲にします。湯川さん、ますますいろんな音楽をみんなに紹介してください。ライナーノーツたくさん楽しみにしてます。湯川玲子、ありがとうございました。Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds.